あたりチャンネル。こんにちは、あたりです。今回遊ぶのはこちら、仮面ライダー外務 V シネマ外務外伝第1弾、仮面ライダー残月&仮面ライダーバロン、はい、付属のデラックス禁断のリンゴロックシード&イドゥーンフェイスプレート、はい、こちら、2013年に放送が開始になった仮面ライダー外務の放送終了後に、まあ、V シネマとして出た作品ですね。発売日が2015年の4月の22日、価格がこちらブルーレイのおもちゃ付きで税抜き8000円。よいしょ、まずはブルーレイですね。ブルーレイの方がこうなってますね。裏、中身、まあチラシやらなんやらいろいろ入ってますね。ライナーノーツがね2枚で、まあ仮面ライダー残月&バロンって書いてあるので、残月とバロン、2本収録されてるんですけども、両方ともテレビ本編の20話直後ぐらいの、お話になっていると。で、残月バロン両方とも新しい仮面ライダーが登場すると。そのうちの仮面ライダー残月に登場するこちら、あ、ここですね、仮面ライダーイドゥン。この仮面ライダーイドゥンが変身に使うこちら禁断のリンゴロックシード、そして仮面ライダーイドゥンのフェイスプレートがセットになっている、まあ、このパッケージ見ても分かるように、残月編でイドゥンが変身に使ったこの禁断のリンゴロックシードがバロン編でバロンのアームズチェンジに使われていると。さあ開けよう、よいしょ。で、この仮面ライダーバロンの方に出てきた、仮面ライダータイラントっていうやつがいるんだけど、こいつがねドラゴンフルーツエナジーロックシードね変身するんだけど、そのタイラントが変身に使うドラゴンフルーツエナジーロックシードは商品化されてないのかな、慣れてない ないはず。出しますとか何も言わずにスッて出しちゃったね、申し訳ないですね、というわけで、よいしょ、まずはよいしょ、デラックス禁断のリンゴロックシードですね、長いリンゴロックシードでいいんじゃないかな、まあ、こういう感じ、リンゴの断面になっていて剣と盾がついている。これが、お、メッキ、メッキ、メッキというか、まあ、まあメタリック塗装ですね、ね、まあロックシードです。そしてよいしょ、イドゥンのフェイスプレート、これがなんか本人ボイスが入ってるね。じゃあまずは絶縁シートを抜いて電源を入れましょう。いきます。これが俺の求める強さだ。おまさか電源を入れると喋るんだな、そこまで見てなかったな。で、裏側のボタンを押すとセリフがどんどん流れる。全部カイトのボイスなのかな、見た感じそうだったような気がする。俺が屈しない限り貴様が勝ったわけではない。いいねこのカイト理論ね、負けなければ負けじゃないね。お、あれ、これが、あ、オーバーロード変身効果音ですね。言われてもあまりピンとこないな。俺は誰にも屈しない、俺を滅ぼす運命にさえも。お、カズラバー。はい、なぜ泣く、お前は本当に強い。はい、以上かな。俺が屈しない限り、で、ここに解除ボタンがあるので、これをこっちに引くと開くと。リンゴはい、というわけで戦国ドライバーにフェイスプレートをつけましょう。バロンと同じかな、いきます。カモン、出た。そして変身いきましょう。変身ウィンゴセットして、セットロックオン。いきます。リンゴアームズ、デザイアなんちゃらね、ブルーレイでもあんまり聞き取れなかったんだよな。デザイアフォビドゥンフルーツ、必殺技。カモン、リンゴスカイ。2回。カモン、リンゴオーレ。3回。カモン、リンゴ
一応バロンでもやっておきます。やっておきましょうか。よし、音は変わらないけどね。リンゴウィンゴーセット、ロックオン、行きます。デザイアフォービドゥンフルーツ、無双セイバーで音を鳴らそう。よっしゃい、ロックオン、リンゴーチャージ、よし、コアユニットで音声だけ確認しとこうか。よっしゃい、セット、はい、リンゴって言いましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回は仮面ライダーガイム V シネマガイムガイデン第1弾仮面ライダー残月&仮面ライダーバロンの、デラックス禁断のリンゴロックシード&イドゥンフェイスプレートで遊びました。いかがだったでしょうか。毎回こう商品名が長いんだよな。うん、というわけで、リンゴロックシード、これが3つ目かな。まだあと1個ね、リンゴの形のロックシードがあるので、まあそれはね、またおいおいやりますのでよろしくお願いします。次回はね、それではまた次回、バイバイ。